で、やっぱ隣にいるとダメなんですかね。うん、これに入ってリクエスト。あ、マリちゃん。今度は私の方で復活してます。私がリクエストするの。そうです。うん？うん？これ？あ、それです。それで。で、私のあのこれ？じゃあのこれ？あ、これね。あ、それです。それです。ね、え？待って。え、左目です。左目。植木鉢で押さえてんの見られちゃった。待って。どれ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 。これ。あ、それで多分ともさんが。からリクエスト反応しないんだけどと思って、あーこれで、あ待って待って待って、あ違う違ったそれはやばいリクエスト、あこれ、それでまたピヨピヨなったら本当にやばい、植木鉢が見えたって書いてあるしねえ1時間じゃその葉っぱ邪魔なのね、1時間で終わっちゃったんで、次は、まりちゃんの方でやります。で、私の、あの、2つつけてると反応しちゃう、反響しちゃうんで、私のは切りますね。じゃあ皆さん、まりちゃんの方に、今、パイ作ったんだよ。やっぱピーピーなりますね、これ。じゃあ、私切ります。退出の仕方は、これね。え、これこれ？はい。多分できました、はい。あ、ちょっと私今のさ、あれしよう。続きはマリちゃんの方で。うん。今日誕生日。おめでとう。おめでとう。けんうんいちくん。けんいちくん。おめでとう。けんいちくん。めちゃめちゃ適当。適当じゃないよ。乾燥してる。部屋が乾燥してます。すごい、そういうのなるんですね。え、あれか。待って。これだっけ。はい。で、なんて書くか。インスタライブ。インスタライブ見てくれて。最近23歳になりました。おめでとう。私も3月生まれだから一緒かな。これマジで美味しい。すぐ作りたい。うん。うん。1時間で切れちゃうんだよね、これ。すごいですね。私もインスタライブ初心者で。多分めちゃめちゃ前に、うん、夜になんかテンション高くなって10分ぐらいやったきりなんですよ。それっきりこれっきり本当にマリちゃんね、マリちゃんのさ、あレナッチが来てる、大好きなお二人です。私も大好き、今からおいでよ。続きはマリちゃんのインスタライブで何見て作ったのって書いてありますよ。クラシルです。クラシルですか。クラシルのパイ、スイートポテトパイとバナナパイって調べてください。うん。レシピスクショします。これ。わざわざ書いたデジタル派なんで。おばさんたちわざわざ書きました。こんな感じで。みんなスクショした？5、4、3。2、1、やばい、反転っていうクレームが来てる。さらに編集でまた反転しよう。皆さんの力で。あ、アナログだってデジタルじゃなくて。そうだよね、確かに。
もごもっともね、これもうこれも判定してるでしょ、これ投稿するしますみんなに教えとかないとと思って。お腹減ってきた。私はマリちゃんのいいよ、うん、できた。これね、はい、あ、見やすいですね。なんか暑くてさ、膝のさ、膝の下に汗かかない暑いと膝の下に汗かく。え、私ズボンだから。ハルルと最近会った？最近、うわ、最近、最近っていつから。でも会いました、結構。先月は結構会いましたよ。さっき電話くれてありがとう。素敵なパイができました。マリちゃん食べ過ぎじゃない？ちょっとスイートポテトパイ食べれるの？めちゃめちゃ忘れてました。忘れないで。7分の現在のスイートポテトパイ情報で言うと、もう結構焼けてた。マジですか？もうお腹痛い。やめてよ、あっちの方が頑張ってさ潰したんだから。しかもあれ、あっち芋だから結構お腹にたまると思うんですよね。質問タイムしましょう、うん、さっき全然できなかったから、うんうん、質問GO。 あ、てかさ、ほら質問ください。私のもう見れないのかな、これ。あ、さっき質問してくれたのに見れないね。そうなんですよ。もう一回質問ありますか？好きなブランドはあります？好きなブランド、何の洋服？洋服じゃないですか。のもさん、めちゃめちゃ着てるから早く答えなきゃクラネとアメリと、あ、おしゃおしゃおしゃ、あとスナイデルとか、うんうん、マッシュ系が好きです。かわいい。フレイとか。私もスナイデル好き、はい、あとザラ好きです。私、あ、ザラもいいよね。やばい、めっちゃ着ててどうしました。何食べてるんですか？パイ。パイ、パイ作ったんですよ。パイとパイを作りました。今焼いてます、スイートポテトパイに関して。うん、うーん、好きなタイプは、優しい人で。女の子みんな優しい人って言うね。優しい人って何ですか？具体的に教えてください私、同性から好かれてる人がいいです。あ、男友達多い人みたいな。はい、なんか信頼されてるというか、あいつはいいやつみたいな感じの人がいいです、うん、ぐらい優しい人。ともさんは？それ、じゃあさ、待って。じゃあ自分に対して優しいとかじゃないってこと？普通に人として優しいってこと？あ、もうなんかいいや、もう誰からもいいやつだなって思われてる人がいいです。でもいいやつってさ、なんかさ、いい人止まりって言われるのに、言われるところはどうする？めちゃめちゃ本じゃないですか。いや、そんぐらいの人が好きです、私は。いい人止まらないってこと？はい。いい人止まらず、私はデストライクってことです。じゃあみんないい人になってね、マリちゃんは好きだって。トモさん答えないんですか？はい、板野様は。私の好きなタイプは、なんだろう、野心家な人。野心家って何ですか？ね、なんだろう、なんか熱い。うん。熱くて、その自分の夢とかに向かってこう頑張ってる人、あのすごいエネルギッシュな感じ。松岡修造さん的なことですか？ね、それ言うといつも言われるんだけどそれはさ、まあ確かにさ、修造さんみたいなことだけど、別にその、 あの 表面的に出してなくても、こう熱い気持ちを持ってるっていうか、ま、うんうん、っすぐで輝いてる人です。なるほど。やばい、どんどん答えなきゃやばい。はい、次ハートばっかりか。多分こちら辺が来てて、うん、角刈りは好きですか？なかなかいない。確かに、あんま見ない最近。まあでも、角刈りってどういうこと？いいんじゃないですか、男らしくて。角刈りってどういうこと？こうじゃないですか。こういうこと？両津勘吉みたいなこと？こうですかね。両津勘吉？両津勘吉って角刈りか。両津って角刈りじゃないの？そうですね。あ、パルルーム、さっき。見た。
ともさん見てましたよね。かわいかった。で、なんか、パルちゃんの一番最新のやつで、二、うん、人で、え、パルルこんな朝過ごさないじゃんって言ってたら、その後、パルルが、うっそでーすって言ってたから、やっぱり。本当ですね。昨日エイプリルフールだったんだ。うん、そういうことね。気になる方は、パルルルーム見てあげてね。やばい、どんどん行ってんのかな、これ。ね、膝の、ね、ね膝の下にさ、汗かかないみんな。そんなに気になります？膝の下に汗かく。多分みんなは書いてないと思います。ね、膝の下に汗かかない？みんな書かないの？え、こじるりから来たよ。毛深い人と、待って。あ、行っちゃった！毛深い人と薄い人どっちが好きってなってる。あった。毛深い人と毛が薄い人どっちが好きですか？それはさ、何の質問よ。気になるそれ。毛が薄い人が好き。私濃い人が好きです、ね。そういうことじゃあさ、男らしい。脇毛とか平気。胸毛。胸毛とか平気なタイプ。いや全然大丈夫ですよ私は。じゃあゴリラみたいな人がいいってこと？でも平気。ゴリラまで行かないゴリラぐらいの人が。私は薄い人の方が好きかな。ツルツルですか？みんな脱毛に行っちゃう。ツルツルがいい。脱毛してる人がいい。え、綺麗もんってことですか？そう。みんな綺麗も言ってね。あ、さすがマリオギって言ってるよ。ルリもきっとこじこじ毛深い人が好きだ。じゃあスネ毛はってえ、こじるりどっちが好きなの？毛のここで発表しよう。スネ毛は私はありです。全然私はギャランドゥはってギャランドゥいやもうね、いや私ここない方が好き。結構平気です私は。だから全部なくていい。むしろあった方がなんか男らしいなっていう。真逆ですね。真逆だね。でも私とマリちゃんのタイプ真逆だもんね。本当に逆ですね。ヒゲとかあんま生えてない方が好きです。多分トモさんのファンみんなヒゲ剃ってるから言っちゃいますけど。逆に私モサイモサモサみたいな人が。マリヤギはケフェチっていう。いや決めつけないでルリコ。ケフェチでもない。戻ります。パルルが優しい。これなんだっけ最近貼ってる。みんなパルルームチャンネル登録してね。ねこの絵文字なんだっけ。パルルの絵文字これ。えこれなんていうの。最近の流行ってるやつ。ウルウルの顔のやつ。なんだっけ。そいつに名前あるんですか。チュルーンみたいなやつ。あピエン。ピエン。最近なんですか。わかんないけど結構前から流行ってそうで何も言えない私。ね今どこですかだって。うちだよ、うち。ここだよ。板の家。ここだよ。いやね、怖い話しないで。あなたの隣。ここにいるよ。ねすごい。遡ってたらどんどん来てる。うん、パオン。知ってますパオンは。ちなみに、ルーが、こじるりね。てか、男性フェロモンフェチってよくわかんないこと言ってるけど、どういうことね、もうできたわ。夜に何を言ってるんだか、本当に。ルリルリ、こないだ、一人でたこ焼きインスタライブしてたな。私はちゃんと見てたよ。彼氏気分を味わえて最高。最高、え？できました？ちょっとさ、素晴らしいんだけど。なんか、毛の話してたらパイができたらしいですよ。ちょっと待って。熱いの。熱い。見せたい早く。でも超熱い。はい。みんな見て。うわうわじゃーんすごーい。めっちゃいい感じ。でかっ。これ、このさ。でかっ。熱い熱い。熱いですよ。これをつけてください。切ってみようか。断面とか見えるかな。切ります。いいこれ。ん？あ、撮る？写真。でも、私、あの、あ、こちらにあったんです。じゃあさ、お皿にさ、うん、これと、とりあえずこれ取ろうか。うん、全然それでいいんじゃないですか。こんな、写真では小さく見えるけど、実物マジででかいっす。マリちゃんの顔ぐらい、顔以上になるから。なんなら。ね、チークがめっちゃ狙ってるじゃん。みんな美味しそうだって、嬉しい。
簡単だったよね。チークダメよ。これだよ。作り方。反転してるけどさ。じゃあ切ってみるね、断面。いい感じ。もう大家族みたいな大きさですよ。待って。これを、分かった。お皿に分けます。これ2等分ってなかなかないと思いますよ。4ぐらいですね。4ぐらいにしとく ?4 にしましょう。絶対食べれませんよね。確かに。あ、いい。これで半分ずつこっちにやって、1個こっちでもう保存します。わかった。じゃあとりあえずこれ1個。見て断面。すごい。じゃあこれここに飾っときましょう。で、あ、ごめんね。断面。これ置いとく。え、結構良くない？このホクホク系が。うん、良さそう。で、これ半分に切る。やばいな。良さそう。やばいな。もうね、これね、入れすぎてね、溢れ出ちゃうの。これ以上切れない。マリマリ。うん。ありがとうございます。絶対美味しいやつ、これ絶対美味しい。美味しすぎなやつ。とりあえず明日の朝にね、これ食べよう。これ、あ、スティッチ。チークはダメだよ。チーク、チーク、お腹減ってますよ。お腹減ってないよ、だっておやつあげたの。食いしん坊ですか。え、これ甘いパイなの。そうだよ、ルリー。ほら、だってめっちゃ甘いさつまいも入れたから。これね、多分マジででかい。あ、消えてね。ねえねえ、牛乳飲む？あ、飲みたいです。牛乳買ったんだ。かわいい。パイに合わせて牛乳買ってる。いただきます。じゃあちょっと前の先食べとこう。先に食べたら怒られちゃうな、きっと。うん。芋大量摂取。そう、ビタミンすごいかな。まだ食べてないですよ。犬がそれ返りそう。待って、トモさんやばい。超取りたい。待って待って、やばいやばい。え、そのままトモさんまだそこいてください。うん。え、超可愛いの取れてる、やばい。待って待って、やばいやばい、超可愛いの取れてますよ。もう行ってもいい。いいですよ。チークやばい。後でめっちゃ可愛いの取れたんですけど。はい、牛乳。見せて。めっちゃ可愛いの取れた。見せて。めっちゃ可愛いの取れた。やばい。立ってる。超可愛くない？拡散したい。食べよ。20万再生ぐらいはいくと思います。ほんま？ね、ダメ。待って。多分牛乳でやってんだ。ちょっとだけ牛乳あげたことあるからさ。いただきます。パイよりお芋が溢れててる。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、うん、うん。え、どっちが好きだった？バナナと。せーのでいいよ。せーの。また。もう決まった。決まりました？うん、決まった。せーの。スイートポテト。ん？これですか？うん、口に。うわー、美味しいですけどね。やっぱ私生地が好きだから。バナナが好き？生地があればいいなって感じです。なんかルーからコメントいっぱい出て、あ、すごい、だって
違う。動物の森やってくるわ。ほのぼのすんなっていう感想を残して、彼女は。てか、動物の森めっちゃ流行ってるじゃないですか。やってます？ね、今流行ってるんだよね。てかさ、やったことないから全然わかんない。まりちゃんさ、そこさ、痛くないほしい。え、そうでもないですよ。これはい。これ引いて。うん。やはり、ありがとうございます。やばい。ダメ！スイートポテトの方が全然美味しかった、私的に。マジですか？うん、多分もうお腹いっぱいでだからおすそ分けしたいぐらい。うん、フリマの時のともちんの服たくさん着てますって。来てますよ。ありがとうございます。ね、またフリマやりたい。まりちゃんも今度やろうよ。いいですね。何回かやったことあります。あ、そうなの？2回ぐらい。経験者だったの。はい、実は。また振り回ってほしい。じいちゃんって私ですかね。じいちゃん、ともちん、じいちゃん、無理や、じいちゃんじいちゃんっていつから呼ばれた？じいちゃんって私のことか。うん、確かに。っていうか、このさ、かった、まりちゃんはパイが好きなんだったら、この端っこの、ここを食べたらいいと思う。うん。もうしま。うん。もはやこれ、スイートポテトパイじゃなくて、ただのスイートポテトになっちゃってるもんね。すごい。お腹が満たされすぎて。うん、うん、お腹いっぱいになっちゃった。イベント学生いますか？全然いるんじゃないですか。イベントが来て、黒髪ショートの女性が好きです、誰かいませんか。私たち絶対似合わないと思う。他当たってください。他当たってほしい。それか誰かいます、身の回りにショートの黒髪の。あ、パルル。あ、パルル。ショートなの、あれ。ショートじゃないのか、ミディアム、うん、なかなかショートいなくないですか。どうだろう。うん。マリヤギ、前髪伸ばしますって。前髪、長めでずっといます、長め。でも今日会った時に、マリちゃんに、うん。久しぶりだったから、すごい髪の毛伸びたと思って。一瞬ですよね。めっちゃ長い。ここですよね。長いんですよ。伸ばしてて。ね、スクショタイムくださいって。スクショタイムって何すんの？止まればいいんじゃないですか。さっきからこのパイが。え、こういうこと？せっかくならパイを打ちたい、私。いい？ねえ、おでこてかっちゃった。スクショした？いいもん。ねえ。大人になりましたね。オッケーだって。オッケー。大人になりましたよ。もともさん、芸能何年ですか？ね、芸能は手足痛い、クルタ痛い、やめろ。今年で14年。うわ、15年。長い。お、狭いんだよ。長い。人生より。え、人生より。うわいろいろと今友達もう20年くらいちゃうかって言われます。あ、え？ 20 年だって14歳で、待って待って待って、私
ね、まだ28歳。34歳。やめろ。うん、京介面白いね。15周年だから15年目じゃないだって。あ、14年。今年に15年目になる。だから今14年目か。京介で好きなカップルはって書いてありますよ。セナカレン。え？セナカレン。セナカレン。はい。え、それは、二人一人ですか？セナカレン。セナ君とカレンちゃん。セナ君とカレンちゃん。セナカレンちゃんじゃないんですね。そう。あ、あの、この間言ってた子ですか？あの、カレンちゃん。そう。で、この可愛い。可愛かった動画見ました。いつ歌出しますかって書いてありますよ、ともさん。歌？うん。いつでしょう。私も知りません。いつでしょう。聞いてないですね。ね、聞いてよ。あの、あれですよ、その、あれ今の、うん、ともさんの近況の歌報告されてない、そういえば。でも今さ、そう、なんかみんなでやるマッシュラボ、マッシュスタイルラボ。うん。イベントもさ延期になっちゃったから。あ、3人のやつですね。そうね、もう全体リハまでしたのに、これ楽しみに待っててほしい。延期ですもんね。延期延期。じゃあ皆さんお楽しみに、うん、待っててください。北原りえちゃんライブしてる、参加してみる？来たり。あ、いいんじゃないですか。どうやってやるの？うまいちゃんの方からしかできなくない？あ、こっちで。ともさんの方からじゃないですか。いや、ウィンウィンなんない。ともさんとりえさんがやったらなんないですよ。あ、そうなの？あ、そっかそっかそっか。離れてるから。そっか、ちょっとじゃあ参加してみよう。来たりえ。待って、見てくれるかわからない。りえさん、りえさん。来たりえ。確かに意外とこのリクエストとか気づかないですよね。そうなの。みんな言って。アヒルが二人いるって書いてある。え、誰かとやってる。これもう参加できないんじゃない？あ、内田パイセンとやってる。これリクエストできんの？リエさんがショートだ。あ、黒髪、待って、黒髪ショート、見つけた。美人見つけたぞ。たこ焼き食べたくなってきた。なんで？ね、誰も気づいてくれない。りえちゃん、気づいて。コメントしたら気づくんじゃないですか。あ、コメントしたんですか。今コメントした。え、なんでコメントする？リクエスト気づいてって。あ、気づかなかった。マリアゲちゃん単独ライブやらないよ。つなげて、待って、これ遅れてんの？ライブ。これね、このコラボって何人でできるんですか？ 3 人でできるの？ね、早くつなげて。あ、でも3人じゃできないんだ。え、今もやってるよ。今もやってる。それで言うと。ね、リエさん待ってます。そういうこと。2人までのはずって書いてた。2人だけらしいですよ。え、じゃあさ、残念、うっちーと消えちゃうってこと？内田さん消さないでくださいよ。だって2人までなんでしょ。そうですよ。え、なっち待ってないよ、最近。指原さん待ってない。最近メンバーね、なかなか会ってないですよ。あ、3人はできないんだ。え、かわいそう。うち切ったらかわいそう。うち切ったらかわいそうだよね。
今その討論してくれてるよ。どうすればいいか。おとなしく帰るねって言った方がいいんじゃないですか。ごめんね、失礼しましたって。笹団子知ってますって何？笹団子売ってんのこれ？ウッチーさんとマリアギがつながればってどういうこと？あの多分トモさんがだってウィームになるじゃん、話したいがためにウィームになるじゃん、また内田さんを消して、はい、それで私と内田さんがつながればあ、私これ出してるから音うるさい視聴者、はい、岩ポーズって何？うん、教えて。ねえねえ、3人でできるらしいって来てますよ。一回貸してこれさ、もう作り打つのがいいかな、ちょっと近づけて。で、このこれ質問に答えよう、うんうん、え、すごい、ハートがいっぱい来てる待って、質問のほぼハートになっちゃってるよ、みんなちゃんと質問振って。うん、ね、どれにする？うん、よく会うメンバーはともさん、パルル、ちかちゃん、リップ教えて。あー、ナーズです。ナーズですか、うん、あ、忘れた、ちょっと。しかもこれ、ちょっと待って、まだ答えないで。これさ、例えばね、うん、例えば押したらこうなんの。え、すごい。はい、最近何してるの？最近は読書とネットフリックスと料理です。それしかできない。本当は久しぶりに人に会ったよね。そんな感じですすごい、こんなのがあるんだ。え、これは特に何もないですけど明日は撮影です。撮影早いですか？あ、何時だろう、12時ぐらいかな。そんな早くない？うん、ここで答えちゃおうか。明日の朝ごはんは、うん、朝ごはん食べない派です。多分このパイを食べます。残ったからね。ブレスレットはティファニーです。マリちゃんの？あ、私もティファニーです。あ、色違いです。あ、私のカレンダーネットで買えると思う、うん、私の公式ファン、公式サイトから飛べると思います。おすすめの旅行先は？今旅行できないもんね。でも草津、あ、私この間そう、伊豆の温泉すごい良かったです。もういいですね、豆腐屋ってところすごい良かったよ。豆腐屋、そう。誰の手料理ですか？二人でパイ作ったの今日。え？ちょっと切るのか。こんにちは、こんにちは。マリちゃん半分じゃん。
もうかれこれ2時間ぐらいやってるんじゃない、うん、うちら。本当ですね。またこれも切れちゃって、意外と早いですね。ねえ、マッチメイクしてないよ。してないん？ウェアオラなんだって、ちょっと読めなかった。二人でお酒飲まないんですか？うちは飲まないよね。あんま飲まないですね。一緒に時は。だって今も牛乳飲んでるし。牛乳飲んでるんだよ。甘いものに牛乳がいいよね。ライブの DVD は出ないんですか？ん？私の？じゃないですか？そう、あのね、去年の出ないんです。そうなんですね。そうなんです。なんか頭いって京好きで可愛いと思う女の子、また京好き、カレンちゃん、うん、あ、京好きか。やば、髪の毛びちゃびちゃになった。一番好きなお酒何？ビール。好きなお酒、あのスパークリングの日本酒。スパークリング、わー、おしゃれですね。美味しい。スズメとか名所で言う。お二人って何歳差ですか？2歳差ですよね。うん。ね、髪の毛ボサボサになって下ろした。恋してるって何？アベマのやつだよね。詳しい。すごい詳しい。さ、恋し、なんとか、なんだっけ、恋捨てって何？何の略？週末のやつじゃないのかな？恋のバックステージ。さよならプロポーズとかも見てた。あと、狼ちゃんも見てたし。あ、狼ちゃんは知ってます。あとは、かぐや姫を知ってる。かぐや姫も見た。エリー。めっちゃアベマ見てるじゃないですか。めっちゃアベマ見てるよね。あとさ、一人ずつアップにしてくださいって。あとさ、ゆっくり下がってく。ねえ、やばい、髪の毛がムサムサ。オオカミちゃんのは、昨日から新しいシーズンの見始めて。今どんぐらいなんですか？ 5 とか？私昨日から見たからまだ3ぐらい。でも1個前の愛理ちゃんの回とか見てた。愛理ちゃん好きだった。見てたよ。私もどれか見たんですけどね。なんか花火のやつ見たんですけど。それだよ多分。あ、本当ですか？私が見てた。狼ちゃんから見たやつ。へえ。これさ、何してんねん。あ、なんだ、フィルターあるんだね。あ、てか私これ、私が追加したフィルターですよ。できるんだ、好きなフィルター。どうやってフィルター追加したの？なんか普通に、あ、これあれ？あれです、あの、フィルター普通に。あ、これ使えるんだ。ストーリーで撮るときのやつ。これ見てください。おハムと一緒にテレビ電話してるっていう。シュール。なんかおしゃれなのしか撮ってないの。花咲いちゃってんじゃん。反応してない。
何これ、すんごい幅狭最初からさフィルターつけてやってよかったね。本当ですね。でもなんか私いいフィルターつけてない持ってないなっていう。いやだからこれでいいじゃん。これでいいんですか、うん、これ気に入ったんですか見て顔フィルターすごいね、回ってるぶら下がってる目が待ってアップにすると目が大きくなる、見て引いたらズンうん、普通にフィルター使えるんだね。私もフィルター入れよう。私も可愛いの入れよう、ね、可愛い変なのしか入れてなかったから、可愛いの入れよう。こうなっちゃう。なんかいいのあるかな、うん、これはしかも一人しかなんないのさあ、 あれから覗いてうん、え、子供の名前ともみにしたって書いてありますよ。え、本当にともみベイビー、ともちゃん。まつげの美容液使ってますか。え、まつげの美容液なんか使ってるけど、なんだろうあれ、スカルプ D。まつげの美容液って聞くの？多少聞いてる気がします。なんか、マツパとかして短くなったやつとかを、そういう美容液で伸ばしたりとか。使ったことない。たまに使えます。でも、海外のものの方が伸びるらしいよ。仮面ライダーに出て二人で、めっちゃチカチカするって言われた。じゃあこれは騒音もなるし、これはチカチカするし、生まれたって書いてあるいやそんな生まれたじゃなかったですよ今のきっと。ねえ、壁にゴキブリいるよとかやめて怖い今日もうエイプリルフールじゃないんだから寝れないじゃんトモティン元彼女がマリアギさんに似てるんですよ星ね、たまに言われるんですけど、元カノが似てて、どういう気持ち？なんとも思わない。ね、後ろにいるとかやめてよ。虫いる。え、嘘でしょ？ねえ、怖い、ほんとに。犬はいるけど、虫いない。ワンちゃんがもう寝てる。もう寝ちゃったよ。このフィルターいいって。見てください。横になると顔が伸びるんですけど。ね、で顔が伸びる、これ。ほら。気のせいですか、うん、気のせいじゃない？1時間経つんじゃん。もうすぐ経つの？私たちも暇だし。ね。みんな暇だし、また、またやります。またしますね。うん。最近見た映画のおすすめ。最近、うん、映画。私昨日、私の頭の中の消しゴム見ました。どうだった？なんか前も見たんですけど、今見てたネットフリックスの、うん、愛の不時着ってやつのドラマがあって、うん、韓国の、うん。その主演の子が、その消しゴムの女の子で、うん、だから見たんですけど、今は30、多分7、8歳なんですけど、うん、その消しゴムの当時は22歳とかなんですよ、多分。だから、やっぱ可愛いなと思って、若い頃と思って見ちゃった。悲しくない？一人で泣いてました。皆、ね、さんはありますか？私なんかさ、見た。だからドラマばっか見てて、映画見てない、最近。何見たっけ？本当に映画見てないと思う。
アイアムサム泣けますよ。え、今ハッピーなやつ見たいな。ハッピーなやつあります？ハッピーなやつね、教えてほしい。ね、コロナが落ち着いたらまたフリマやってください。やります。あ、最強の2人好き。自動車免許取りましたかってマリちゃん。いや、トモさんだと思います。私もめっちゃ取って、めっちゃ取ってっていうか、取って運転結構してます。そうですよね、私も乗させていただきました、うん、そう、マリちゃんね、多分は初めて運転2回目ぐらいで乗ってくれた。なんか行きましたね、葉山行った。その時はまだレンタカーで行きました。うん、これはキラキラ、違う、これじゃない。私が確かにいいフィルターがあんまりないです。雪降っちゃうやつこれ。もうフィルターなし。じゃあ皆さん、また世も末世も末なのね。ですし、ほんとまた